さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、日和です。2023年10月1日、ここは JR 阪和線の天王寺駅。今回は、ここ天王寺から。平日は1本、休日は2本、夜の時間帯に走る。ちょっと珍しい行き先の普通列車を、終点まで乗り通していこうと思うわよ。夜の時間帯に走る珍しい行き先の普通列車といえば、もうあれぐらいしかないですよね。そう。今回乗車していくのは、天王寺20時25分発の普通泉府中駅ね。そうそう、これですよ。と休日で帰りが遅くなった時とかに、お世話になるんですよね。でも確かに、終点の泉府中まで全区間乗り通したことは今までありませんね。ということで、20時12分、今回乗車していく普通を担当する車両が入線してきたわね。この土休日の20時台に運転される普通泉府中駅は、運用担当が113、つまり5100番台固定の運用なんですよね。そうそう。今回は、5100番台4両のラストナンバー、5122編成が担当するみたいよ。5100番台4両唯一の、オール東洋 IGBT 車ですね。20時25分、天王寺を発車。ここから、終点の泉府中まで、50分ぐらいで着くわよ。今回乗車している、この泉府中駅の普通だけど、平日と休日で少し運行形態が異なるのよね。実は、22時台にも普通泉府中駅があって、そっちは平日と休日問わず運行されてるんだけど、この列車のような20時台の普通泉府中駅は、と休日のみの運行なのよ。確かに、22時台にも泉府中駅がありますよね。でも深夜時間帯はあまり乗らないので、やっぱりこの20時台の方がよくお世話になりますね。天王寺から6分、鶴ヶ丘に到着。大気線側に入ったということは、通過待ちでしょうか。そうね。この駅で、後続の関空快速に追い抜かれていくわよ。20時33分、鶴ヶ丘を発車。次はおなじみの、あの駅ですね。天王寺から10分、長井に到着。いつもならここで、この列車を降りますね。そうね。でも今回は、引き続き、南下を続けるわよ。20時35分、長井を発車。この先の区間を、この列車で乗っていくのは初めてなので、ちょっと楽しみですね。天王寺から14分、杉本町に到着。この駅では、日本も後続列車を先行させるようですね。まずは、特急黒潮29号。続いて、快速の和歌山駅。最近のダイヤ改正で、和歌山まで直通する快速も、非常に少なくなったわよね。ってことで、20時44分、杉本町を発車。天王寺から29分、上野芝に到着。現在の時刻は20時55分。泉府中駅は、21時ちょうどの発車。どうやら、上野芝でも待避があるようですね。そうみたいね。って言ってたら来た。これは、見た感じ快速の姫野駅でしょうか。この時間の快速姫野。あ、もしかしたらさっきの、大阪環状線から直通してきた快速かもしれないわ。確かにこの時間帯なら可能性ありますね。そして、はるか57号も、この駅で先行させるようね。今となっては、9両編成のはるかも珍しくなくなりましたよね。2本の待避を終え、21時ちょうど、上野芝を発車。この先は、終点の泉府中まで、待避は一切なく、この列車が先着という形になるわ。天王寺から40分、大鳥に到着。確か、この列車が泉府中まで先着でしたよね。そうそう。快速の場合、大鳥の次の停車駅は、泉府中なので、早いもので、この列車の終点が近づいてきましたね。21時6分、すぐに大鳥を発車。
終点の泉府中まであと9分ほどですね。さて、この泉府中駅なんだけど、終点に到着した後は、大鳥の車庫まで改装されるの。そうらしいですね。泉府中駅の一番乗り場から逆出発して。いや、ひよりちゃん。確かに22時台の泉府中駅終了後の改装は逆出発なんだけど。実は、と休日限定の20時台の泉府中駅は、なぜか一旦東貝塚に改装して、転線した上で、大鳥まで改装されるみたいなの。普通東岸和田駅や東岸和田始発の快速と同じルートで快速なんですか？それは正直驚きました。今日も JR 西日本ハモセルをご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点泉府中、終点泉府中です。ということで21時15分終点の泉府中に到着ね。運転区間が短いとはいえ、あっという間に終点到着ですね。ここまで乗ってきた5122編成は、このまま回送列車になって、さっき言った通り、東貝塚に向けて回送されるわよ。ということで今回は、平日1本、と休日2本、夜の時間帯に運転される、普通泉府中駅に乗ってきた、ということでお送りしてきたわ。平日は22時台のみの運行だから、あまり目にしない行き先かもしれないけど、と休日は20時台に運転されているから、見たことある人も多いんじゃないかしら。正直、東貝塚へ改装されることは、私も知った時驚いたんだけどね。帰ってくるのが遅くなった時に、とても重宝している泉府中駅の普通。やっぱりこの行き先自体、結構珍しいですよね。今回初めて、終点まで乗り通してみました。それにしても、この20時台の列車限定で、東貝塚回送とは、意外すぎて驚きましたね。この泉府中駅、夜の時間帯を走るので、少し乗りづらい列車ではあるけど、もし興味があったら、一度乗ってみてよね。逆に夜に数本しか走らないという点から、とても珍しい列車なので、よかったら乗ってみてください。それでは今回の動画はここまで。この動画が良ければ、チャンネル登録や高評価お願いしますね。最後まで見てくれてありがとうね。ありがとうございました。